おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバー、サイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは青緑、ラッキーナンバー2です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。女帝の正位置が出ました。豊かな実りを存分に享受する。あなた様の包容力や優しく思いやりのある態度、輝く美しさは、周囲の人を自然と引きつけ、愛されるでしょう。穏やかで安らぎに満ちた関係性を築いていけそうです。すべてを受容し包み込む母のように、あなた様を励まし見守られています。あらゆる豊かさを存分に受け取り、味わうこと、愛し愛される関係性、すべてを魅了する美しさ、十分な実りとお金、決してガツガツすることなくそれらを当たり前の物として自然体で受け止めることができる展開が訪れます。あなた様が過去に蒔いた種が、間もなく実りをもたらし、豊穣の時を迎えます。諦めそうになりながらも、抱き続けてきた夢や目標、未来を信じて取り組み続けてきたことは、必ずや報われるでしょう。今はまだ手応えがなくて、一抹の不安があったとしても案ずることはありません。物質的な豊かさや収穫、富と繁栄を約束します。内なるものが外にも現れること。心の豊かさこそが、真の豊かさへの道です。あなた様の心の内側に宿る、心の豊かさに気づいてください。女帝の正位置の意味は愛し合う関係、思いやりで愛を育む、利益を生む、まとまりのある快適な職場、繁栄、豊かさ、過去の努力の結実として収穫を得る。2枚目めくっていきます。ソードの6の正位置が出ました。危険からの脱出や援助者の登場。あなた様が抱えている問題を手放す時期です。勇気ある選択は、いずれ周囲から評価され、深みにはまる前に脱出できたことを心から感謝する日が来ます。あなた様を捉えている悩み、泥沼のような人間関係から速やかに離れて、新たな人生を歩み出しましょう。取り組んでいることが行き詰まったり、方向転換を考えているかもしれません。何をやってもうまくいかず、後ろ向きな気持ちが強くなっています。無理を重ねてきたために、健康を害しているかもしれません。辛い選択かもしれませんが、変化の道を選ぶことで、今よりずっと良い状況に導かれることは確かです。生き方を変えるのは簡単ではないけれど、このまま継続していては、エネルギーが枯渇してしまいます。厳しい時期を経た後に落ち着いた状態になることを意味しています。嵐の後の静けさにような状態になるかもしれません。ますます金運が良くなります。資金の流れが良くなり、複数の方法で利益を生むことができるようになるでしょう。新しい有用な投資先を見つけたりできる時期です。乗り越えた先で物事は正しい方向に進んでいきます。ソードの6の正位置の意味は沈黙、控えめな態度、問題や悩みを手放す、新しい出会いがある、
価値観を共有できる恋、物事が軌道修正に乗り始める、新しいプラン。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。